次 TEM ですね。シークリンク。シークリンク、はい。結構というとまああの伝説の試合が何パーセントでしたっけ？28ですね。きついですね。まあでもエボージャパンの試合内容を見てる感じだとやっぱり慣れていくとさすがにリンク側が何にもできないっていうのはありますよね。あれは明らか難しいですよね。そうですね、多分この2人結構長くやってるはずなんで、はいはいはい、まあ結構エイム君のリンク対策が出来上がってるんじゃないかなって感じはしますね。そうですね、なんかむしろ相手触らせないみたいな動き結構エイム君強いとか得意な印象あるんですけどね。そうですね、まあ飼育使い上位だったらみんなまあ上手いじゃないですけどそういうキャラなんで、でも結構エイム君読み合いガンガンしていく人なんで、まあリターン負けするとちょっと厳しいところはありそうですね。ごめん、そっちありますよ。ああ、はいはいはい。25%？ 25 か。25か。28の印象あったんだけど、25か。僕はもう何も覚えてないです。さあ、どっちだ？ステージどこなんですかね。まあライラットは選ばれない。まあシュー、戦、どうなんだろう。村町とかですかね、やっぱり。まあまあ丸いのはスマ村村町あたりやっぱり。うん、やっぱスマ村っすね。最初から針投げますね。初手から針1段、なかなか見ないムーブです。そうですね、結構溜める。おっとおっと、さあ次これ上島ですね。投げ上島、入んないんですね。ちょっと遅れたとかですかね。ミスったのかどうなのか。ああいうところの振り向きつかみが T さんの一番の特徴だと僕は思うんですよね。まあそうですね、他のリンク使いとは違うところだなって感じが。まあ、やっぱ掴まないと勝てないキャラってのもあるし、はいはいはい、そもそもこのパーセントって掴み外してもそんなに、そうですね、はい、最大リターンでかくないと思うんで、まあ、ガンガン振ってけっていう感じですよね。まあ、このあたりだと、まあ、言うて前内から超魚ぐらいでしか入んないですかね。うん、最初だけ痛いんですよね、飼育は掴まれると。はいはいはい。おっと強気、確定はしてないんで強気にいった感じでしょうか。さあ今のところ掴まれちゃうシーンが結構目立ってますけど、はい、これちょっとあんまり飼育側として良くないですよね。そうですね、まあ一番拒否したいところなんですけど、まあ空前とかもあるって結構難しいところですね。おっとこれジャンプがないのでは。まあですね、今下投げクーエヌでジャンプを潰しながら、ね、そうですね、ジャンプなかったですね、はい、さあこれ確定ではお回避を見たんで、まあまあ、ね、あの判断難しいですよね、はい、まあ使い手にしか分からないパーセントですよね。あーうまいですね、不起訴されないように早めに出して、はいはいはい、とりあえず上からと。下投げからって、はい、空上かす当てを狙って、はいはい、回避安定かと思いきや回避読みの空前みたいな感じでしたね。あー今なるほどなるほど、そうですね今は、はい、なかなか回避しないですね。これはおっとうまいですね。最近飼育使いこれ結構見ますよね。そうですね、クーエヌから、はい、1回目のクーエヌから超魚も確定しましたけど、あそこで当てても撃墜しないんで、はい、もう1回クーエヌ当てる読み合いして当たったら超魚っていう感じで、撃墜できるような読み合いをしてるって感じですね。まあジャンプされても OK で、うん、回避されたらリダウンが取れるといった感じですかね。反応が早い、レバーが早いですね。掴み通ります。レバーが早い、レバーが早い。さあこれは伸びるぞ、これ伸びるぞ。今のあれか、もうちょい台が、そうですね、なんかワンチャン即死まであるみたいな雰囲気ありましたけどね、はい、あ、今のうまいですね。ちゃんと風に合わせて前投げすることでその後のコンボつながりやすく、あ打ってる間に、まあリンクのジークじゃない、シークはのスマムラでの一番強いところですよね。そうですね、あれがもうシークがスマムラ選ぶゆえんっていう感じですね。余談になっちゃうんですけど、はい、フォックスシークでどこ拒否してます、はい、終点やっぱり拒否は
まあ、スマムラですかね、まあそう、終点スマムラ2択なんだけど、やっぱスマムラか、ね、スマムラ、俺もね、今そうなのよ、はい、まあいいやちょっと怒られちゃうからさあ、まあ相変わらず先ほどからそう、つかみ通りますね。そう、割と割り切ったつかみってのもあるし、相手がこうちょっと前に出てくるとこ読んで出すつかみを置いてるっていう感じですかね。あ、なるほど、動き出しにつかみを合わせるのがうまいです。リンク側のつかみからのコンボなんですけど、はいはいはい、まあ、さっき下投げ上島がジャンプでかわされたからか、はい、まあ、ジャンプ読みの空上を先ほどから結構多く振ってますね。なるほど、対応してると。まだ持続がある。さあ、そろそろ怖くなってくるとこですね。いや、まあ、2択、あれが難しいんですよね。ちょっとあれが嫌なんで、はい、回避して空上持続にしたいんですけど、そうそう、さっきみたいに空間になっちゃうんで。いい暴れですね。さあ、暴れるポイントを分かってると、あの対地の空中攻撃置きどころをリンク側ちゃんと、はい、あのシークの対地攻撃を分かって、はい、そこに引きつかみ合わせるみたいな、うまいですね。ああ、そうですね、はい、やっぱシークとしては空後空上のあたりって、はい、まあ、ガードさせてもそんなにこう何もリターン取られないっていうのもあるんで、はいはい、なるほど、やりがちなんですけど、はい、そこに対して引きつかみで合わせていくっていう、お上手。先ほどからこの上から復帰してくるのがすごい多く見られてて、はいはいはい、で上から復帰に対してシーク側がリスクをつけづらいっていうのもあって、はいはいはい、呼ばれたかな、多分呼ばれたんでちょっと行ってきます。はい、行ってらっしゃい。さあ、僕一人になってしまいましたけどさあ、しっかり指で反撃取っていく。なんか見てて思うのは、ニエトノとかってやっぱりリンクに触らせない立ち回りはすげえうまいなって思うけど、エイムさんはパーセントを稼がれながらもしっかり撃墜できるとこで太いタク通していくっていうのがやっぱ上手なんで、なんだかんだこう競り勝つっていうシークの展開じゃない気がするんですけど、なんだかんだ競り勝っていくっていうのが見られますね。いや、自分も結構ずっと今喋ってるんで、そろそろ疲れてきたし、そろそろフリーやりたいんですよね。ちょっとこの試合が終わったら変わりますね。しっかり回避見て、あさあ11ですが、ちょっと疲れたんでライトさんあたり呼んできますかね。さあ、代わりの人間がいないということで再びちょっと戻ってきました。結構一人で話すのがやっぱり苦手なんで、ちょっといろんな人に声をかけたんですけど、まあ、やっぱりなかなかこう集まらず舞い戻ってきました。これが終わったらちょっとどっか行こうかなと。さあ、エイム君、この復帰阻止というか着地狩り、
あ、今は張り長魚確定でしたけど、結構着地する相手のジャンプに対して高めに長魚を置くっていうのは、これエイム君しかやんない特徴的な行動だなって思いますね。さあ長魚を積極的に振ってきますね。なんか割と対応してきてるのか、 T さんのつかみ今食らいましたけど、あんまりこう食らない間合いで技を振るようになってきたなっていう、あ、食らってますね。さあエイム君綺麗ですね。さあ横曲へ、今の完全2択って感じですね。3台で追加5件お願いします。